毎度ネギ前です。はい、それでは今回は11月のお気に入りを紹介していきたいと思います。今回最後に紹介するんですけど、やっと手に入りました。まず一つ目がダイソーで買った薬のケースで、はい、こういう感じで軟骨ピアスを一つずつ入れてます。普通に放置するのもなんか嫌やし、まだ軟骨ピアスも開けてそんな2ヶ月3ヶ月でまだ5つしか持ってないので、こういう感じのものでも収納できるなと思ったのでこちらに直してます。透明やからすごい見やすくていい感じです。お次がこちらです。キャンメイクのクイックラッシュカーラー、これは妹がすごい評判いいから欲しいって言ってて買ってあげて、で私1回だけ使わせてもらったら、やっぱりもうこのカールの持続とかがすごい良くて、朝から晩までずっとこうビューラーで巻いたまんまのカールが維持できて良かったので、私も自分の分買っちゃいました。マスカラがここら辺にボロボロちょっと粉っぽい感じでついてしまうっていう人にもぜひ使っていただきたいなと思うんですけど、つけた瞬間とかはちょっと白っぽくなるんで乾くのを待たないといけないんですけど、その間にこうハイライト入れたり別のところメイクしてて、で乾いてからマスカラを塗るっていう感じにしてます。はい、そしてお次に紹介するのがこちらです。エトゥセのクイックケアコート、前にネイル動画で一瞬出てきたんですけど、こういう感じのピンクのもので、なんか塗った瞬間はオイルっぽい感じがします。今ちょっと親指に塗ってみると、こういう感じで全然色も変わらなくて透明で、これをちょっと重ね塗りしてツヤ感を出して爪にすごい健康的っていうものらしくて、マニキュアとか何も塗らずこの普通の地爪の状態でいてるより、これを塗った方が爪にいいらしいんですよ。だからネイルする前もこれを塗ってから、その上からカラーをつけていくっていう感じでやってます。今月はそんなにお気に入りなかったんですけど、最後にもう最大のお気に入り紹介します。はい、こちらです。任天堂スイッチ、私はグレーのタイプを買いました。最初販売するってなった時はそんなにいらんかなと思ってたんですよ。ソフトとか買ったら4万弱するし、 3DS だけでいいやと思ってたんですけど、なんか11月に入った途端スイッチ欲しい衝動に落ちて、で抽選応募して落ちて、で2回繰り返して3回目でようやく抽選が当たって買ってきました。ソフトはまだ1つしか買ってないんですけど、こちらのスプラトゥーン2をやってます。前のスプラトゥーンとかやってないから全然やり方とかわからなかったんですけど、ゲーム実況者さんの動画とかも見てたので、なんとなくルールとか分かってたのでやってみて、昨日の夜始めたばっかりでまだ1日も経ってないんで、まだランクも10超えたぐらいしかないんですけど、これからどんどんやり込もうと思います。ケースも買いました。とりあえず 2,3 時間プレイして、付属でなんかマクドでいうサイドメニューみたいな、よくわからんか、そういうもの何いるかなと思って、こんな持ち運びのケースと、あとこうここに貼ってる保護フィルム、ブルーライトカットのものと、あとこのちっちゃい画面を使うときに置く立てるやつ、こんな感じ。まだこれ1回も使ってないけど、これは必要かなと思ったので3点だけ追加で買ってきました。マリオのオデッセイとかも欲しいんですけど、とりあえずはスプラトゥーンをやり込もうかなって思ってます。ちょっとスプラトゥーンとかスイッチやってる人にお聞きしたいことが1個あって、なんかマイクロ SD を使うのかな、でも絶対にいるのかなと思ったら、スプラトゥーンずっとソフトさせたまんまで全然続きからできたんですよ。だからマイクロ SD いらんのかなって思うんですけど、どうなの、いるんですかね。ちょっとマイクロ SD 絶対いるかいらないかみたいなコメントをもし分かる方いらっしゃったら教えていただきたいです。はい、というわけで11月の私のお気に入りは以上でございます。また来月のお気に入りも何が出てくることやら。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。まいどー。